えー、こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます、えー。この間の続きでアクセントの移動、第2弾になります。アクセントの移動は、今度は全部両手で交互でできたっていうことが前提になりますので、えー、っと詳細欄の方に貼っておきますので、このビデオが難しいなと思う方は、もう一個手前のやつを見てください。これ第2弾です。 ッといきます2個ずつワンツースリーフォーワンツー2個目ワンツースリーフォーワンツー3個目ワンツースリーフォーワンツースリーフォーワンツースリーフォーはいこれをこの組み合わせを1個ずつ自由にできるようにしたいこれだけで多分かなりの、えー、ドラムソロができるようになると思います。 1個目と2個目のアクセントですこれが一番難しいですこういうやつねえっとまず最初4回やって頂きたいんですけどそうすると3でアップしてるでしょっていうのが最後ダウンタップアップタ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 ップップタッるタップ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 タッタップ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 タタップタップ アップが1個後ろにずれます。ここまでを練習します。4回やる理由は上がる感じがこう一定なのにふっとずれる感じを覚えてほしいのね。ダウンタップアップタップダウンタップアップタップダウンタップアップタップダウンタップタップアップこの感じダウンタップアップタップダウンタップタップアップこのップこの感じこの感じが覚わったらとりあえずもう反対の手の。 このポジションに行ってるわけでしょ。これが最初の状態でできてない状態でアクセントを打とうとうするから上手くな,らない、ね、例えばあのブラストとかあのビデオとか探してみてもらうと分かるんだけどああいう,こう打楽器アンサンブル上手い人ってアクセントの移動とかパッて見てるとアップストロークが当たり前のように基礎ができてるからアップストロークの時の手がみんな全員ヒュッて揃うわけ。 だかからものすごく,かっこよく見える、ね、でこういうダークキーアンサンブルでこういまいちだなっていうところの指導に行くとアップストロークの場所がみんなバラバラなんですよ。でタイミングは合ってるでしょタイミングは合ってるけどアップストロークがバラバラだったら音色も変わってるしだからなんか揃ってないって感じになるねだからアップストロークを揃えれば自動的にアンサンブルは上手くなります。ダダウウンンタタタタッッッッッップアッププププアで次は今度4回やるね。 タップダウンタップアップタップダウンタップアップタップダウンタップアップタップダウンアップタップ4個目にアップストロークが来たのねタップダウンタップアップタップダウンタップアップタップダウンタップ1個前にアップタップそうすると元に戻るダウンタップアップタップダウンタップアップタップダウンタップダウンタップダウンタップアップタップダウンタップアップタップダウンタップアップタップダウンタップ これれを繰り返す。それが上手くなってくると二回ずつかな。ダウンタップアップタップダウンタップ,タップアップタップダウンタップアップタップダウンアップタップ,タップだからアップストロークの位置さえ気をつけてれば何となくそのまま行きますだって上にあったら自動的に下に落とすじゃんみたいなで、えー、タップはまあそのまま行くから下にあったら下で叩くじゃんみたいな。要は ダウンタップアップタップダウンタップタップアップこう来たらタップダウンタップアップタップダウンアップだからアップで準備さえできていればいいわけアップっていうのはものすごく不自然な動きだしこれが一番難しいっていうことがこれが一番でしたじゃあ次2番ね2番は右手だけ考えたら分かりやすいんだけどダウンアップダウンタップアップダウンアップフる

これですね、何回ももう生徒さんと一緒にやったので口でさんざん言いましたが2番目のポイントはここのタクタクのところにちゃんとフルを入れているかどうかダウンストロークだからアクセントだと全部今まではこうやってやってたのに押さえつけてたのにこうフルストロークが入るんでここが非常に難しいです3番ですね3番は これですね。そんなに難しくないんですが難しいところはさっきと一緒で戻ってくるところダウンタップアップタップダウンタップタップタップここは下がるだけだから難しくないんだけどタップアップアップダウンダウン最後のところがタップアップアップダウンダウンこれで頭に戻りますここがちょっと難しいダダダダダウウウウウン、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 ン。タタ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 ッッ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 ップ、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 アアアこれですねここが難しいので。 ね、こういうことですね練習してみてください次4つ目今度は2つ目と3つ目これは難しいとこやっぱり4拍目から1拍目戻ったとこタップダウンタップアップタップダウンタップタップアップタップダウンタップアップ,ップダウンッアップここここねここでアップできてないとにいけないからね アップダウンタップ,アップ,タップダウンタップ,タップアップタップダウンタップアップ,ップアップタップダウンタップアップタップダウンアップここができればうまくいきます意外とね後ろにアクセントがずれていく分にはも難しくないんだけど前にずれた時に先に準備しなきゃいけないのがちょっと難しいって感じですねなのでというのを練習してみてください5つ目ここは「 最後のフルストロークがややこしいだけですタップダウンタップアップタップダウンタップタップタップアップタップダウンタップアップタップフルタップダウンタップアップタップダウンタップアップ,ップ,ップ,アップでここのつなぎが難しいこれねこういうところですねこういうのを丁寧にやらないと結局ノーアクセントがどんどん上がってきて なんかこうアクセントをつけてるんだけどあんまりよくわからない。という具合にやっぱりこうコントラストがはっきりしてる感じ黒と白がはっきりしてボヤーっとしてない感じにするためにはノーアクセントは7センチ以内でっていうことですね。

なんか入れ替えるって感じのとこはないので、ここは非常に簡単です。この6つの動かし方がこうスムーズにできていると、1個のアクセント自体が自由に動くので、自由にこう、 具合にいろんな練習ができると思うのでこれができるだけでかなりもう初級者から中級者に完全にアップすると思いますので、えー、アクセント移動、えー、お家で練習で頑張ってみてください、えー、本日は以上になります今日もご視聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします 私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。